はい、では、今回は電気主任技術者の需要や将来性について述べていきたいと思います。電気主任技術者に興味のある方やこれを資格を取ろうと思っている方などおりましたらぜひ参考にしてください。 で私の、えー、プロフィールの方、今表示しておりますが、えー、電検1種の方を、えー、試験合格してましてであの、その経験を生かして、ふ、まあ、普段電検3種の、えー、勉強法とか、えーまあ、過去問の解説とかの動画を主に撮らせていただいておりますが、えー、今回はちょっと趣向を変えてあの、こういった表題のものをさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。 では早速、目次の方、こちらですね、まず動画の目的を説明させていただいて、で続きまして、電気主任技術者の仕事内容でありますとか、あとは現状についてですね、あと魅力ですとか、逆に辛い部分の紹介もしたいなと思います。であとはあの、主任技術者のなり方や、 保安管理業務、の受託、これも後で説明したいと思います。で、最後にまとめ、で、まとめさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずですね、えー、動画の目的ですね、えー、どうしてこのような動画を撮ろうかと思ったのかと言いますと、えー、まあ、今ですね、電気保安人材、えー、まあ、電気支援技術者、えー、等ですけれども、これが、えっ、ー、と非常に、えー、まあ、不足していますというか、まあ、今後、えっ、ー、と。 現役世代の引退とかによりまして確実に不足されるであろうと言われております。で、これがどうして不足するのかというところですけれども、この現役世代の引退っていうところもあるんですが若手が入らない原因があってそこには、業界、この保安、電気保安の業界への認知度の低さ でありますとか、あとは電気主任技術者免除を取得の、まあ、試験ですね、試験の、まあ、ちょっとハードルの高さとか、あとまあ試験を,、えー、を受けないにしてもあの、まあ、認定のある学校を卒業してであの実務経験積むとかもあるんですけれども、まあ、あのハードルがやっぱり高いというところがあります。 ですが、逆に今後、ニーズが見込まれますので、売り手市場の業界になるはずですので、逆にチャンスではないのかなというふうにも思います。この電気保安人材というのは、電気の安全を管理する上でえで、非常に重要な人材ですので、非常に社会貢献にもなりますし、ぜひご検討いただければなと思います。 であとはですね、2点目はですね、電気主任牛舎のことを、えっと、もっと知ってほしいと言いますか、えーま、認知度が低いというところもあ,るありますので、えーま、ちょっとこの動画でですね、ま、魅力や重要性、えーま、社会的重要性ですね、について、ま、アピールしたいなと思っておりますので、えーま、興味持っていただけたら嬉しく思います。 で、まあ、追加で、まあ、特に、まあ、電気の知識がある、まあ、そういった学校に行ってる人、えー、行ってた人とかは、ですね、まあ、あの電気保安人材としての、まあ、就職とか、えーまあ、転職とかっていうのもあの、まあ、検討できたらしていただければいいのかなと思います。はいえー、では、スライドめくりまして、えー、まずは電気主人技術者の、まあ、今の現状について整理させていただいております。 えー、電気侵入者はまあ今後不足ししてていきまますす。と先ほどから申し上げております、まあ、原因としてはまあ労働人口は減少するものの、まあ、ここがあるので、この労働人口の減少があるので、ほ、まあ、他の業界についてもまあ人材不足というのは言われてますけれども、えー、まあそれに加えて、ですね、この業界に関して言えば、この自家用電気工作物、これに対して、あのーまあ、原則1人の賃金者つく必要があるんですが、これが増える傾向にありますと。 まあ、つまり、どういうことかというと、えー需,要ですね、需要はあの、えー、仕事量は増えるのに、えー、その仕事をする人っていうのが減っていくっていう、このダブルパンチがあるから、えーとまあ、人材不足に拍車がかかっているっていう現状もあってで、今後もどんどんそれがひどくなっていく、えー、予想がされております。 でまあ、これを解消するために、電気法案の業界について、正しく広く認知してもらってで、人材を確保していく必要がありますよと、えー、いう、まあ、課題がございます。で2点目、えー、電気新源技術者の現状の2点目ですね、えーまあ、仕事内容ですね、まあ、どういった仕事内容なのかなというところですけれども、えーまあ、自家用電気工作物と、えー、いうのが、えー ありまして例えば高圧や特効で充電している、まあ、そこそこ大きなビルや工場と、えー、いうイメージでいいんじゃないかと思います。あとはまあ太陽光発電所とかですね。でまあ、あとはあのタワーマンとか、えー、そこそこ大きなマンションっていうのも高圧で充電してたりタワーマンとかだったら特効が多いですかね。ですのでそういったところも含まれます。 これの保安管理っていうのが、えー、仕事重要な仕事になってきます。でもっと具体的に言うと、保、ま、安、あ、管理するために設備点検や、えー、各種試験、まあ、リレー試験とか、ですかねとかあとは異常があったときには自己対応をする必要がございますと、心臓説、工事対応なども、えー、あるのかなと思います。まあ、ここはは、えー、場所によってまままちちだとは思いますけれども で、続きまして、えー、外部委託承認制度というのが、えー、ございますと、えー、これは何かというと、まあ、基本的にあの、まあ、こういった自家用電気工作物、ビルとか工場とか持っているところは、ですね、自分の組織で主任牛舎を選任しなければならないんですが、まあ、電気主任牛舎の数よりも自家用電気工作物の物件数の方が多くてですね、なので、あのまあ、足らないわけですね。あの1人1 えーまあ、電作物ですと、足らないわけですね。なので、あの保守を外部委託、まあ、この電気主任技術者の業務というのを外部委託することが、まあ、一部条件があ,ありますけれども、まあ、一部可能ですと。まあ、どういうことかというと、えーまあそのまあ、1人で、えー まあこの外部委託を自宅する側,です、ね、自宅する側は一人で複数の,あの事業所を保安することができて一人であのい,くつかいくつものまあ物件を見れるということです。ね。はい まですので、えー、一つの事業所の電気信給者、まあ、工場とか、えーまあ、ビルとかの専属の電気信入者になるというのもあのとてもいいんですけれども、まあ、保安法人等であの外部委託を受託できる人材になれば、一人で複数の、まあ、物件を保安できて、より広く社会貢献できるという、えー、特徴がございます。ですので、あのまあ、電気保安協会、一般的なところに就職された場合は、こういった社会貢献ができるかなと思います。 はい、ではつ、えー、次のスライド参ります。えー、次はです、ね、電気専業者の魅力やつらいところについて述べたいと思いますけれども、まあ、魅力については、えーまあ、使命感ですかね、えー、電気設備の保安を通じて、まあ、工場やオフィスビルのまあ安定運用、まあ、工場ですと安定稼働ですかねいや、まあ、もしくは各家庭の生活基盤のための仕事ができますとですので使命感を持って仕事ができますし まあ例えば停電事故の復旧時とかは大きな達成感なども得られるかなと思います、はいまあ、この停電事故のが発生したときはまあ事故原因を調査してそこを修理してで最後復旧するときというのはスイッチをあの入れたら一括で電気がつくことが多いんですけれどもまあそういったときにはえとまあ非常に大きな達成感が得られるのではないかなと思います、えー、次に給与やえ待遇ですね まあ年収はまああの悪くないと思います。ちょっと書き方があのよ,よくないかもしれないですけれども、まあ、一般的な平均年収、波かそれ以上じゃないかなと思います。まあ、これはあの年齢とかにもいろいろ、状況によるとは思うんですけれどもで、あとは不景気に強いと思いますね。この不景気だからといって、えー、この主任牛舎、じゃあ、あの明日から仕事ないですとかはあんまり考えられないと思いますので、まあ、今のコロナ禍とかの不景気にも強いかなと思います。 であとはあの手に職が作っていることで技術的なノウハウを蓄積できる、えー、っていうのも、まあ、メリットの一つかなと思います。ちょっと給与待遇とはそれてしまっているかもしれないですけれども書かせていただきました。はいえーでまあ、逆につらいこととしては、えーまあ、電気が使えて当たり前っていう今風潮がありますので、まあ、事故停電とか起こしたときにちょっと追求されることっていうのもあると思います。あのこういった事故を起こさないためにあの、まあ えー、主任牛舎を置いて保安管理してもらっているのに、あの結果、して事故になってしまったのであれば、あのまあ、主任牛舎の管理が悪いのではないかということで、追及されることっていうのは当然あります。 まあ、しかしです、ねあの、事故が起こらないように、まあ、点検や設備更新、えーまあ、するというのが電気信術者の仕事、えー、ですので、まあ、そこをちゃんとしておけばあのこういった事故というのは、えーまあ、起こらない、えー、起こる確率が低くなりますので、まあ、あ,のあまり過度に心配しすぎる必要もないのかなと思います。 でまあ、経年劣化の事故以外にもですね、あの例えば雷が落ちたとか、まあ、そういった類の事故もあって不可抗力的な事故、えー、もあると思いますので、まあ、必ずしも主任給急者が、まあ、責任中追及されるというわけでもないですので、まあ、やはり粛々とあの日常の点検や設備更新の、えー、打診をしていくということであの、まあ、やっていけばいいのかなと思っております、はいえー、では続きまして えー、次にですね、電気信号車免除の取り方はですね、これをあの、これがケースが2つあるので説明したいと思います。えー、ケースの1つ目は、単純に試験を受けて合格するというところですね。で、や,や難しい試験なんですけれども、正しく勉強すれば合格できますと。 でこのチャンネルではです、ね、あの学習動画のアップロードをしていますので、まあ、例えばあの勉強法ですとか顧問、まあの解説とか挙げておりますので、まあ、よろしければぜひご覧いただければなと思います。でケースの2つ目については、まあ、認定校で単位取得してでプラス実務経験を、まあ、規定の年数積んだら免除を取得することも可能ですと。 この2つがございます。免状の取り方ですね。この2つ、係数1と2がございますと。で下段の方はですね、保安法人等で保安管理業務を自宅できるようになるには、これはあ、あれですね、あの1人でいくつもの物件、あの上限はあるんですけれども、当然、いくつもの物件を保安管理できますよと、その分あの広く社会に貢献できますよと言っていたものですね。これをするためにはっていうところです。 で、これはあの免状の取得、上の部分ですね、この免状を取得して、プラスアルファで実務経験というのがまあ必要ですと、だからよりちょっとハードルは高くなるんですね。まあ、ですが、保安法人等に入れば、まあ、保安法人でなくてもいいと思うんですけれども、まあ、実務経験を規定の年数、積めば、えー、まあなれます、受託できるようになれますので、えー、まあぜひご検討いただければなと思います。 はいえー、最後ですね、えー、まとめですね、えーまあ、電気ファン人材が将来的に不足するであろうと、まあ、言われてますとで、認知度が低い業界なんですけれども、不、ま、況、あ、に対しての安定性ですとか、えーまあ、あとはあの生活基盤や、まあ、工場の安定操業など、まあ、経済の基盤、えー、を支えるっていう部,部分で、まあ、やりがいっていうのもございます。であとは手にに職がつく、えーまあ、仮にあの 今、勤めている会社を辞めたとしても、まあ、別の会社でもあの働く技術が残,ります残るとか、あるいは独立開業というのもできると思います、そういった意味の魅力がございますと、さら、まあ、にですね、あの電権の取得だけじゃなくて、実務経験を積んで、保安管理業務を受託できるようになれば、複数物件の保安管理ができて、社会に広く貢献できますと。 まあ今はその、えー、自家用電気工作物が増えていく中で、えーまあ、現役の、えーまあ、保安人材というのが、まあ、50代、60代で、えーまあ、退職する時期を迎えている状況にあるので、えーまあ、こういったあの複数の物件を管理できる人材というところは、あの今後、ますます社会的なニーズが広がって、まあ、大きくなっていくだろうと思われます。 はいえー、最後、ですね、自家用電工作物は今後もま残り続けますので、まあ、むしろ増えていくので、えー、電気侵入者の必要性は続きますとで、人材が不足している状態ですので、少しでも興味があれば、ぜ、ま、ひ、あ、資格取得のまあどんな感じかなとて見てみるだけでもいいと思いますし、まあ、もっと言えば保安法人等へのま就職など、転職なども、えー、まもし興味があれば検討いただければ、えー、ま社会的な貢献ができるんじゃないかなと思います。 はいえー、内容については以上ですね。でまあ、この、えー、とチャンネルでは、ふ、まあ、普段は、えーまあ、勉強方法、電験3種を、えー、受ける上での、まあ電ほえー、勉強方法ですとか、えーまあ、あの問題の解説、えーまあ、電気系の知識の解説などをしておりますので、えーまあ、今あ、再生リストへのリンクが画面に出ているかもしれないですけれども、ぜひほかの動画についても見て,見ていただければありがたく思います。 では本日はこちらで失礼したいと思います。ありがとうございました。